どうも、シュラのシルです。今回ですね、超究極、ユーリブライアの、火属性のキャラのみを編成しての後付け解説やっていきたいなと思います。で、このクエストの特徴なんですけれども、ダメージを受けた分だけ攻撃力が上がりますよというステージになってます。なので、ここに関しては、ニードルパネルをより多く踏んで、攻撃をしていくって感じになってます。で、この雪だるまが3体いたと思うんですけど、今は左側にいているんですけど、こいつがですね、ヒーリングオールだったりとかを出してくるのと、あと、中ボスだったりとか、ボスの HP とリンクしているので、基本的にはね、このザコをね、しっかりカンカンして、ダメージを与えれば、中ボスだったりボスとかが自然とダメージ削れていくのかなと思います。で、こういう風にね、ザコを処理してしまった後は、基本的には、あとは、ダメージを受けながら弱点を攻撃する。こういう感じでね、弱点を攻撃しなかったら、あまりダメージ入りません。で、中ボスは弱点が出るんですけど、ユーリブライア、ボスに関しては、弱点が出ないので、基本壁と、カンカンするって形になってます。で、今回ね、パーティーで、真田幸村の新重心化入れてるんですけど、こいつで1体入れておくと全然違うかなと思います。アシストスキルがかなり強いと思うので。ではね、バトル1はあんな感じで突破して、バトル2ですね。バトル2も一緒で、ニードルパネル食らいながら、こういう感じで、ザコと、雪だるまですね。そこでカンカンするだけで、かなりの中ボスのダメージが削れたかなと思います。まあ、基本的にはこういう風な感じで、ニードルパネル受けつつ、ダメージを受けつつ、ヒーリングパネルで回復する。で、こういう風に複数回、まあ、たった2回しか殴れなくても、ダメージは結構入ると思うので、まあ、しっかりダメージをより多く受けた上で、攻撃していくことをお勧めします。で、ザコを全部処理してしまった時のバトル2に関しては、こういう横間ですね。横間ベースで回復しながら、ニードルパネルでダメージを受けつつ、こういう感じで弱点を殴るっていう感じで、横間ベースでやっていただけたらなと思います。基本的にはね、ニードルパネルで受けても、ヒーリングオール出てる状態だと、特に、ダメージはそこまで大きく減らないのかなと思います。はい、で、ここですね。こう反射レーザーね、火属性のみのキャラだとかなり痛いので、早く処理することをお勧めします。で、真ん中の雪だるまいたと思うんですけど、あれ倒しちゃうとヒーリングウォール出ないので、ここ初段倒しちゃったんですけど、なるべくなら初段倒したくないです。まあ、僕ちょっと倒しちゃったんですけど、まあ、こんな感じでね、2手目で突破できればさほどね、問題ないのかなと思うので、まあ、できれば残して、横間ベースで残して、残してね、上の2体だけとか、下の2体だけ倒すのをおすすめします。はい、って感じでボスですね。で、ここも一緒です。雪だるま3体出ます。なので、まずはダメージを受けた上で雪だるま倒すと。ただね、初段はね、雪だるまそんなに倒さなくていいのかなと。まずはヒーリングウォールを出させることだけ意識したらいいのかなと思います。はい。で、左側にヒーリングウォール2枚貼ったので、まあ、横間ベースですね。横間ベースでダメージ受けつつって感じですね。ただね、これちょっと失敗しちゃったんですけど、まあ、しっかりニードルパネルでダメージを受けてからって感じです。で、ヒーリングウォールで回復するのを、必ず忘れないように。火ダメはやっぱ火属性のみなんで、かなり痛いので。こういう感じでダメージを受けつつ殴っていくと。こういう感じで横にはまれれば、もうほぼほぼ、まあワンパンと言いますか。ほぼほぼワンゲージ、そのターンで持っていけるんで。で、ガビマルがね、レーザーストップだったんで、かなりガビマル持ってる方が強かった、入れて編成してきたらいいのかなと思います。かなり強かったです。ホーミングでも敵の攻撃あるんですけど、レーザー持ってくるんで、そのレーザーバリアできたりとか、あとこの反射炎ですね。反射炎の策を倒しそびれてしまった方とかは、こういう、レーザーストップ、かなりいいのかなと思うので。っていう感じで、あとはね、壁との隙間だったりとか、まあ、雪だるまとの壁との間で、ダメージ受けながらこうやって挟まっていくと。ただね、ニードルパネル1、2回の触れだと、やっぱりね、ダメージがそんなに通らないので、基本薄めの横間、縦間ベースでいいのかなと思います。で、ダメージ結構受けると思うんですけど、ヒーリングオールありますから、そこまでね、気にしなくていいのかなと思います。でね、ここね、火属性のキャラのみ編成してしか、条件ないんで、紋章ですとか、あとは、ロイドとアーニャと、夜の、強化されるやつあると思うんですね。報酬の 1.5 倍ですとか、クエスト経験値40倍とか、夜だったら2倍、いや、1.2 倍とかあると思うんですけど、夜の 1.2 倍、しか発動させていいと思います。で、僕今回アイテム使ってないんですけど、メダルのアイテムもしっかり使って、ゴリゴリね、勝ちに行っていいと思います。ストライカーカードが欲しい方は1回勝てば十分なんで、取りっていいのかなと思います。っていう感じで最後もね、しっかりね、ゾンビですとか、しっかりザコを処理したら、あとはボスを倒すだけと。で、ここね、半蔵を使ってて、半蔵を撃ったんですけど、
感情ね、あの無敵モードになるんで、このヒーリング、あのニードルパネルですね、食らいません。ただ僕が打った理由としては、火ダメが痛いので、1体ぐらいこう無効化できるやつが欲しいなってことで僕は打ちました。まあ打たなくても、まあぶっちゃけいいっちゃいいです。正直、毎ターンしっかり回復しとけば、あの負けることはないんで。ただそういうのが怖かったんで、まあ 1匹無敵化しようかなと。で、最後、真田のストライクショットですね。真田マジ化け物並みに強いです。はい、こんな感じですね。まあ、火属性だけのキャラなんで、なんか前回だって、結構前なんですけど、カイドウみたいな、ちょっとめちゃくちゃ難しいのがあってよぎってたんですけど、結構簡単にクリアできたかなと思う。まあ、夜発動させとけばね、そこまで難しくないと思うので、ぜひ参考にしてね、クリアしてみてはいかがでしょうか。よかったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価の方お願いします。では次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。